株式会社福島中央テレビは、福島県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。コールサインは、ジョビ DTV。略称、愛称は、中テレ。2019年12月31日までの略称は、FCT。福島県の県庁所在地である、福島市ではなく、経済的中心都市である。 郡山市に本社演奏賞を置く日本テレビ系列の民放テレビ局。1963年に開局した福島県発の民放テレビ局、福島テレビは開局前後の混乱から福島県や福島県議会が調停に入り、福島県が50%の比率の株を持つ形で設立された。 これを疑問視した郡山商工会議所青年部らが中心となり県民テレビ運動を起こした。1968年8月には福島県において2曲目の割り当てが行われ予備免許申請者は9社に及んだ。申請9社の中には当時の福島交通社長でワンマン経営や相次ぐ労使紛争で県民を騒がせた小田太蔵がおり、 激しいやりとりの末に、ラジオ、福島や福島民放社は、小田と関わることを避けるためただちに申請を取り下げ、残った、申請者の一つの福島中央テレビに、予備免許が交付、福島未入新聞と、朝日新聞社や郡山資材会が中心となって、設立し、1970年開局した。本社完成前は、郡山商工会館に、事務所が置かれ、 発起人及び初代社長も郡山商工会議所出身である。そのため、上記の経緯から郡山市に本社と演奏所が置かれ、県庁所在地である福島市に本社のある福島テレビやテレビュー福島と比較して現在でも様々な面で郡山色が濃いという独特の特徴がある。ビデオリサーチによる2017年の 年間平均視聴率調査で、全日9.0%、ゴールデン15.5%、プライム14.8%となり、3つの、時間帯全てで6年連続県内5局のトップになった。毎週の平均視聴率でも、年間全ての週で民放4局を比較して3巻となっている。本社前景初代ロゴマークは、略称、和文ともに、 車体で角張ったデザイン。略称の FCT のロゴマークのカラーは赤、緑、青に制定されていた。二代目のロゴマークは2006年の中テレ君が誕生した際に新たに制定された。同時に相性も中テレが制定された。ルリ色に丸みがあるデザインが特徴でイメージキャラクターである中テレ君と併用されていた。なお、初代ロゴマークは 2019年12月まで2代目ロゴマークと併用して使用されており、社屋の看板や社器などで引き続き使用されていた。2020年に開局50周年を迎えたのを機に、メガホンをモチーフに、ブラッドオレンジをコーポレートカラーとした3代目のロゴマークとして一新した。局の略称、愛称は2020年1月1日以降、 中テレに統一されている。2019年12月31日まで、中テレは、福島県内の視聴者向けの愛称として使われ、略称、FCT も併用して使用されていた。ただし、本社社屋や、ニュースセンターの看板、社機、記者用の暗証や緊急報道用に用いるヘルメット、などの備品にあった、初代、二代目ロゴ。 新聞テレビ欄の略称表記、氷山少年少女合唱団の断名などから、FCT の文字が淘汰され、中テレ、福島中央テレビに変わったものの、本社社屋の送信用鉄塔にある、パラボラアンテナには依然開局時の旧ロゴが残された、ままであり、ウェブサイトのコピーライト表記やドメイン名も、FCT、FCT.CO.JP のままで、 あり、FCT が全廃されたわけでもない。郡山市池の台にある、現社屋は、築50年以上と老朽化しており、2025年までを、目処に、郡山市内に新社屋の建設を検討している。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日9ロゴマークネットチェンジの経緯についてはネットチェンジ福島県の事例を参照ミニ番組テレビ東京系列制作局名の記述がないものはテレビ東京制作その他ローカル番組日本テレビ系 全国ネット番組日本テレビ系番組、東北ブロックネット番組日本テレビ、系列局制作の遅れネット番組途中で、打ち切られた、日本テレビ系列制作の番組を遅れネットした、火曜夜帯の刑事ドラマ他の、大劇等マッドポリス80、特命刑事、刑事刑の放送は不明。テレビ朝日系列同時ネット時差ネット富士テレビ、系列以下の作品は、 ネット交換後に放送。すべて福島テレビで未放送の作品。テレビ、東京系列全国独立放送協議会過去に、ネットした、系列横断ブロックネット番組その他、男性女性男性女性リモコンキー ID、4日本テレビ系列のリモコンキー、ID 地図デジタル放送アナログ放送デジタル放送、アナログ放送デジタル放送アナログ放送過去。ありがとうございます。